むちゃくちゃゃくですよ、もうこの情報公開の不いさ、これ、怪しいなと思うのは私だけじゃないですよね、嘘ついたんですよ、世界の舞台で、虚偽発言ですよ、これえ、お話は承りました、以上です。山太郎君 はい、ありがとうございます生活のとう,とう山本太郎と仲間たち共同代表、山本太郎です。えー、質問に入る前にですね、えー、昨年末、えー、年の瀬の忙しい頃にですね、えー、私、長谷大臣の事務所の方に地元の事務所の方に電話をさせていただいてお力を貸してくださいというお電話をさせていただいたんです、その内容というのがですね、えー、仕事を失ってしまったりとかして要は年末年を越せないと要は路上で生きていかなきゃいけないんだという人たちが大勢いらっしゃいましてその方々に対して 国が関連するような宿泊施設、どこか開けていただくことはできませんかというお願いをしたんですけれども、そのときに本当に地元の秘書の方も一生懸命動いていただいて、そして文科省の方々にも声をあのかけていただいたという、本当にそのときのお礼を申し上げたいと思います、最初に。まあ、結果としては、空き施設はなかったということだったんですけれども、今年はもうちょっと早めにお声がけをしたいと思いますので、ぜひお力をお貸しください。えという言葉を最初に置きまして、これからは八谷大臣の胸を借りて思い切り飛び込んでいくような質問をしていきたいと思います。え 2020年東京オリンピックが裏金問題で盛り上がりを見せている今日この頃ですけれども関係者の皆様は息をしていますでしょうかオリンピックに対して気になるいくつかの点について長谷文科大臣にお伺いしていきたいと思いますまず大臣に一言でお答えいただきたいと思います東京オリンピックは招致活動においても嘘も裏金もなくクリーンに行われたとお考えになりますかはい、長谷文部科学大臣 はいあのそのように考えておりますし、まあ、今回のように裏金疑惑というふうに表現をして報道されることは、私も招致に関わった一員として大変胸を痛めているところであります<上>山本君。 ありがとうございます、えー、もう皆さんご存じのストーリーだとは思うんですけれども、今回の件、ざっくりと説明させてください、東京にオリンピックを招致するため、いくつかのコンサルタント会社の売り込みがあったよと、その中からマスメディアをコントロールする手話の根源と噂もされている広告代理店、電通がコンサル会社の実績を確認した上えで、JOC がシンガポールにあるブラックタイリング社と契約をしたと。 と言いましても、このブラックタイリング社はご存知のとおり、会社組織ではないと、シンガポールの会計企業規制庁への登録の区分が法人格を持たない個人になっているようですね、そのようなコンサル会社の口座に、2013年の7月、10月と2度に分けて、謝礼として合計約2億3000万円を支払った。 このコンサル会社の講座は過去にロシア陸上選手のドーピングをもみ消す賄賂のやり取りにも使われていた実績があるとも報じられ、さすが電通見る目は確かと世の中に確認されたわけです。たった一社、たったの一社シンガポールのコンサルに対しての支払いが2億円を超えた。あまりにも高額だな。しかもそれが招致決定の直前、短期間の契約なのに金額が高いこと。 他にも、このコンサル会社の過去や人脈が怪しいことを含めて問題視されております。JOC、日本オリンピック委員会の武田会長は衆、えー、衆議院の予算委員会に参考人として呼ばれた際に、このコンサルとの関係を正当な業務に基づくものだったと発言。このコンサルについては、国際大会の招致などで実績のある会社と評価をいたしました。 まあちなみに JOC の武田会長がおっしゃっているシンガポールの国際的な実績を持つコンサル会社は資料の1位このようなものになっているというのはもう皆さん報道でご存知だと思いますすごいですね実績のあるコンサル会社なんか生活感を感じる人間の体温まで伝わってくるような佇まいというんですかちゃんとオチまで完璧に用意されていたというのにすごく関心をいたしますこの世間で言われる裏金問題が進行していたとされる当時 長谷大臣は自民党の招致推進本部長で、オリンピック招致のために汗を流し、知恵を絞られていた様子が、資料の2、5月17日、朝日新聞の当時に遡った記事からも、えー、分かると思います。長谷大臣は2013年7月の段階では、他の都市に票読みで負けていた、その理由は汚染水問題であり、どう対抗したらいいか、作戦を練り上げていたとおっしゃっていらっしゃいます。えー、こののの汚染水問題の作戦の練り上げ この先ほどのコンサルからのアドバイスどのようなものだったんですか長谷大臣まずあの2つの点であのきちんと事実関係を報告したいと思いますあの表読みで負けているというふうな情報が入ってきたのはですね招致委員会の多分コンサルがそれぞれある中で情報が寄せられたその情報を分析をして今どのようなやっぱり IOC 委員に対する働きかけや招致の盛り上げをです、ね、高めていくのか、そういう中からです、ね、最大はやはり汚染水の問題でありました、でもう3つございましてです、ね、9月7日から始まる IOC 総会においてはです、ね、3つの選挙が行われると、1つは次期 IOC 会長を選ぶ選挙、これにの6名の立候補者がおりました。 次にやっぱ関心のあったのはです、ね、あのオリンピックの中核競技として、どの競技が最終的に残るのかという問題で、私自身はあのレスリング協会の当時、副会長をしておりましてです、ね、レスリングが中核競技から外されるかもしれない、これは何とかやっぱり残しておかなければいけないということで、働きかけをしておりましたが、外されそうな各競技の皆さん方は、それぞれ i o c 員に対して、我こそはという働きかけをしていて、その最終的な選挙も行われることになっておりました。そしてもう一つが、2020年にオリンピックを開催する都市を選ぶ選挙でありまして、東京か、イスタンブールか、マドリッドかと、必ず IOC の規定では、ですね相手の都市などをですねやっぱりの攻撃をしてはいけない、フェアプレーでやるべきだということで、したがって、 東京の優位性をやっぱりアピールするためにはどうしたらよいのか、以上、4点についてですね関心事があり、その最大は、ですねやはり汚染水の問題について、どうしてもヘッドライン、見出しでですね大丈夫かというふうな報道が多くございましたので、ですねこれはやっぱり東京だけではなく、招致委員会だけではなく、やはり政府も実情を踏まえた上でえで、まあ、対応しなければいけない。 こういうふうな流れになっていたということはです、ね、さまざまなコンサルからの集めた情報、それをもとに分析し、付き合わせたところ、この4点についてきちんとお答えをしていく必要があるというふうに、まあ、流れがなっていたのがその当時であったというふうに私も承知しております。以上です山本さん まあえー、3点、4点あったけれども、その中で一番問題が大きかったのが、ヘッドラインにもなる、見出しにもなる、その汚染水の問題が何よりも大きな、えー、問題であったということだと思うんですね、えー、先ほどの記事の続きでは、当時、IOC のメンバーから汚染水問題に対する懸念が示されていたと説明されています、今、えー、大臣の中からもお話がありました、えー、当時、長谷大臣はそれを逆手に取ったと、今こそ福島の子どもたちに希望を与えるためにも、五輪をやらせてくれ、東京五輪をやらせてくれという。 ストーリーを作ることになったと話されたと書かれています、この記事には。このストーリー部分もコンサルからの提案や指導があったんですかね。長谷大臣これはのコンサルによって寄せられた情報に基づいて招致委員会の,そのいわゆる分析チームがです、ね、どのように誠意を持って対応していくかという中で最終的に練り上げられたストーリーであったというふうに。 承知をしております。また、ちょっと詳しく申し上げますが、えー、この流れに入るにあたってですね、やっぱ困難な事案をですね、えー、直接答えないで、えー、話をまあ他のところに持っていくという作戦も考えようと思えば考えられました。つまりこれは福島の問題であって、そこから200キロ以上離れている東京には。 大きな影響はないという言い方をする、そういう考え方もありました。と同時にもう一つは、そうではないと、これはの国際的な関心もあり、我が国としてもですね誠実に対処しているというふうに、問題を直視して、それをどのように解決をしていくか、東京電力だけの問題ではなく、政府全体の問題として考えているんだという。 誠意を示す必要があったと実はあの当時、イスタンブールにもマドリッドにもそれぞれ国家として抱えている課題、スポーツ団体として抱えている課題がございましたが、我が国はです、ね、そういう意味で言えば、一番あのハードルであっただろうと思われる汚染水問題について、どのように対処するかということを真摯にあのやっぱり説明をする必要があったと。 実はこれは招致委員会の中でも非常に議論のあったところでありました。私自身、これは正面からきちんと答える責任があるのではないかということで主張しておりましたが、招致委員会の分析では、いや、それは得策ではないと、火に油を注ぐのではないかということで、長谷さんにはあまりしゃべらせない方がいいのではないかという判断もありですね。実は私はあの 記者会見の会見場にですね、私は言うべきだと言って主張していましたが、その記者会見の会場に入室を許されたのは10分前でありました。まあ、おそらく、小致委員会の分析チームの中でも、やはりどのように表現をして、適切に我が国の立場を IOC の委員に説明をしていくか、これはおそらく IOC の委員の皆さんが抱えているう問題意識に、 どのように答えるかということへの対応の仕方であったと、このような認識を持っております山本君。はい、まあ、誠実に問題を見つめて、それと向き合うような態度を見せるのか、それとも困難な,困難な問題とは向き合わず、そあの気をそらせるようなことを続けるのかという選択肢があったと、でもどちらかというと、その後者の方に移行していったような感想を持ちます。えー 迎えたです、ね、2013年の9月の安倍総理の、えー、ブエノスアイレスでのオリンピック招致プレゼンテーションの後、えー、質疑者に対してその質問に答えるんですよね、福島第一原発の汚染水問題をいかに解決するのかと聞かれ、それに対して総理は、私は皆さんにお約束します、状況はコントロールされております、汚染水による影響は第一原発の港湾内の0.3平方キロメートル範囲内の中で完全にブロックされています。 この総理の答弁、これ、またコンサルのアイデアなのっていうふうにお聞きしようかなと思ったんですけど、でも今の話の流れから言うと、どちらかというと、招致委員会だったりとか、オリンピック委員会だったりとかっていうところが絡んだお答えだったのかなっていうふうに思うんですよね、だからごめんなさい、その発案した人の名前を教えてくれって言おうとしたんですけど、その,あの話をちょっと飛ばさせていただきます。ここののの汚染水にに対すする先ほどの私が読み上げまましたえ総理のスピーチ長長谷谷大大臣臣はこれ事実だとお考えになりますか長谷大臣 最終的にやはり総理がどのような表現をして、そしてどのように目の前にいる IOC の委員全員に、また報道を通じて全世界の皆さん方に、我が国としての姿勢を示すのかということが大きなやっぱ焦点になっておりました。で当時、あの、たまたま私もですね、その2年前でしたか。 放射性廃棄物特措法をこれ、議員立法で実は作成したわけでありますが、その議員立法チームのいわゆる座長は鴨下先生でありました私は事務局長のような形で,です、ね、当時の民主党、そして公明党、そして自由民主党、3党で法案を練り上げる中においての、まあ、一つのまとめ役のような仕事をさせていただいておりました。私はやっぱりきちんとしたモニタリング そして、そのモニタリングに基づいた公表とか、あるいは放射性廃棄物に対する対応の仕方といったものは、これ、立法に基づいて対応されるべきものと思っておりましたし、そういう法律もできておりましたので、したがって当時、飲料水や流通している食料品などについては、きちんとモニタリングもされておりました。 こういった事実関係に基づいて、政府の現状をですね、やはり、やっぱり総理の立場で説明する必要があると、こういう認識でおりました。当時、文部科学大臣を務めておられた下村大臣も、そのような認識であったというふうに伺っております。最終的に、どのようなスピーチをすべきかという判断をされたのは、もちろん私は総理自身だと思っております。もちろん総理自身も、 自分の最終的に判断をしなければいけませんが、その前に、先ほどから申し上げておりますように、コンサルから入ってきた情報、私どもが集めてきた情報、そういったことを分析チームにおいてです、ね、きちんと整理をされた上で、では最終的に総理がどのような表現をしたらよいかというのが、おそらくいくつか案があったのではないかと思います。その中で今ほど 山本委員がおっしゃったような表現を私は総理がされたのだとこういうふうな認識を持っております山本君本当に毎回たっぷりと、えー、当時を振り返りながらのえっ、ー、と答弁ありがとうございますえー、2013年オリンピックプレゼン当時の汚染水どうなってたかってことを皆さんにちょっと思い出していただきたいんですよね軽く説明させてください、えー、山側から毎日1000トンの地下水が海側に流れ込むよ そのうちの400トンは建屋に流れ込むんだ。燃料デブリに触れる。超高濃度の汚染水が生まれる。毎日400トン新たに生み出される。建屋の燃料に触れる。この水流を軽減するために山側から流れてくる地下水を汲み上げて海に放出する地下水バイパスが作られたよ。1日50トンから100トン高濃度汚染水を減らせるかもねって話なんですけれど、それが始動したのは2014年の5月からなんですよね。オリンピックプレゼンの時にはこれ存在してない。 垂れ流しだったって話ですよ。放射性物質が毎日どれぐらい海に垂れ流されていたんですかっていうのを、まあ、第1弾え、2013年8月21日にあのワーキンググループ、汚染水の対策検討ワーキンググループが、えー、東電の、えー、公表資料として出されたんですけれども、まあ、大体トリチウム、ストロンチウム90、セシウム137で、えー、1日で1300億ベクレルぐらいだよ、何のことか、まあ、さっぱりわかりませんよね、どれぐらいの汚染のなのか、えー、それだけじゃないんだと。当時汚染された地下水がどうやって流れてるのか。 海にどうやって流れてますかってことを調べたんですよどうやってかその汚染度はどれぐらいなものなのかっていうのを調べるために2号機のタービン建屋の海側に観測用の井戸を掘りましたいわゆる地下水観測工2012年12月から観測を開始そこから測定された汚染が無視できない数値だった最初に掘った地下水観測工の東西南北に新たにこれ観測用の井戸を掘らなきゃって話になったそして半年後7月5日地下水観測工1-2で 取水したた測定結果驚くべき数字だったんですよ全ベータは当日のうちに発表された、1リットルあたり90万ベクレル。けども肝心のストロンチウム90の値はなかなか公表しない、本当だったら1か月ぐらいで出るはず、でも出ない、半年以上過ぎた2014年の2月の6日にやっと発表したんですよ、全ベータで1リットルあたり90、1リットルあたり90万ベクレルと言ってたもの、実はストロンチウム90だけで500万ベクレルだった。 全然違うじゃないかって、しかもその時の記者会見で、どうしてこんなに遅れたんだって、どうしてこんな発表するの遅くなったんだって言ったら、東電が言ったのか、実は2013年の9月には分かってましたって、2013年9月に分かってたことを2014年の2月まで黙っていたってどういうことだって、そればかりかその2か月後に、最初に発表してた全ベータで1リットルあたり90万ベクレルっていうことが、1リットルあたり680万ベクレルだったって、さらに訂正されたって。 むちゃくちゃですよ、もう、この情報公開の不可解さ、これ、怪しいなと思うのは私だけじゃないですよね、これ、東京オリンピック招致にとって重要だった期間に、このとてつもない汚染状況を意図的に隠したんじゃないかっていう疑いますよ、しかもこの2号機、先ほどお伝えしたね、観測庫、掘りましたと、海面まで、海まで何メートルですかって話なんですけど、31メートルなんですって、そんな近くにそれだけの汚染、まあ、それぞれ汚染は違いますけれども、単純にこの汚染を、 単純にかけたとしたら、どれぐらいの量が汚染として流れてるかって、これって本当に単純にその数値だけかけるものですよ、本当は正しくないけれども、2兆7200億ベクレルぐらいだろうって、単純にかけただけです。1リットルったらそれぐらい汚染されてるから、全体量で考えたら、1日400トンってことを単純に考えてかけたら、2兆7200億ベクレルまでになるって、あまりにもありえない汚染が垂れ流し続けられていたのに、港湾内でブロックされますなんて。 ありえない話なんですよ、どういうことですか、これって話なんですけどね、で、汚染水は0.3平方キロメートルの港湾内でブロックされている、この総理の発言に対して、国会内でも質疑をしました、こんな答弁来ました、港湾内は1日で47.3%、8日間で99%港湾内と港湾外入れ替わりますって、当たり前じゃないですかって、潮の満ち引き、潮の流れ、子どもでも上がる話ですよ、港湾内でブロックされるなんてありえないんですよ。 嘘ついたんですよ、世界の舞台で、虚偽発言ですよ、これ、あまりにもありえない、端的に言って嘘これもコンサルからの <laughs>、コンサルから何か指導があったのかって聞こうとしたんですけれども、もうそののは、えー、総理の思いで言われたことだろうというお話でした、で、私はあの長谷大臣、正々堂々と言うべきだと、非常にもうスポ,スポーツマンシップにのっとったあの姿勢で、このオリンピックにも臨まれようとしてた、承知しようとしてたという長谷大臣にお願いがあるんです。 どんなお願いか、ストロンチウム90、測っていただきたいんですよ、海産物に対するストロンチウム、ほとんど測られてないんですね、事故から今までで104検体程度、104つの検体しか測ってないんです、5年経ってんのに、これもっと測んなきゃって、魚は動くよって、でどういう影響があるのかわからない、海産物に対するストロンチウム検査、子どもたちのためにも。 ぜひ図っていただきたいその橋渡しをしていただけないでしょうかそのような動きといいますかそういうような話題というものをぜひ関係省庁のあのトップの方々とお話ししていただけないでしょうかいかがでしょうか大臣はい長谷大臣時間が来ておりますので簡単にまとめてくださいえお話は承りました以上ですありがとうございました